YSL リブレ香水ポップアップイベントにファン300人が殺到、ナンバー・アイメンバーの香りに興奮。イブズ・セイント・ロロン以下、YSL の香水、リブレのポップアップスタンドが表参道ヒルズで開催され、ナンバー・アイのメンバー、平野志耀、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太の登場によりファンが殺到しました。 この注目のイベントは、YSL ブランドとナンバーアイとのタイアップが話題となり、香水の販売においても驚くべき成功を収めています。YSL リブレ香水のポップアップイベント YSL は、ブランドのアイコンフレグランス、リブレシリーズのポップアップスタンド、YSL リブラスタンドを表参道ヒルズで11月26日まで開催中です。 このイベントでは、ナンバー I のメンバーが、オーグジャパンのタイアップコンテンツに登場し、その影響で多くのファンが訪れ、一時的に300人もの行列ができました。 メンバーの香水とファンの興奮メンバーがそれぞれの香水をまとったことにちなんで、ファンは、リブレオーデパルファムを平野仕様の香り、リブレオーデパルファムアンタンスを神宮寺由ーの香り、リブレオーデトワレを死ユーの香りと呼んでいます。この個別の香りへの親しみが、イベントの成功に一役買っています。 爆発的な人気と行列の発生初日からショップには平日にもかかわらず、開店前に100人以上の行列ができました。2日目にはなんと300人もの行列がスタートし、その後も3ケラ4時間待ちの状態が続いています。 無料サンプルの配布やタイアップ動画の放映などが行われ、それがさらなる人気を呼び起こしましたが、路上に人が集まりすぎて一時的に中止せざるを得ませんでした。ファンの喜びと熱狂イベントに訪れたファンは、仕事の休憩時間を使って参加したり、スペシャルムービーが見られなくて残念。 でも潮君の香りが試せて嬉しかった、とコメントし、メンバーがメディアに登場する機会が少なかったことに喜びを示しています。YSL の PR 担当者のコメント YSL の PR 担当者は、 ナンバーアイの起用理由について、リブレのコンセプトと世界観を体現するグループであり、新たなステージに挑戦する3人は、まさにリブレのスピリットそのもの。そして、ブランドのシックで宣伝されたイメージにもぴったりの方々だ、と述べています。 売り上げと在庫の状況売り上げについては、初日だけで予測の5倍以上に達し、EC サイトでは3時間以内に品切れが発生するなど爆発的な反応がありました。一時的にキャンペーンの全アイテムが欠品するほどの需要に直面しましたが、現在は在庫が復活しています。 PR 担当者のコメント続き好調な状況について PR 担当者は皆様から予想をはるかに超える大きな反響をいただき大変嬉しい。これから新しい道に進むナンバーアイとリブレのキャンペーンでご一緒できたことを大変光栄に思うとコメントしました。YSL のリブレ 香水のポップアップイベントは、ナンバー・ I メンバーの参加により予想以上の成功を収めました。ファンの熱狂的な参加や爆発的な売り上げは、YSL ブランドとナンバー・ I の協力が成功をもたらしたことを示しています。これからも期待が高まる新しい展開に注目です。